はい、皆さんこんにちは。フリースタイルバスケットボーラーのダイスです。今回のチュートリアルはこちら。ボール2個使った2ボールの、アームロールやっていきたいと思います。それじゃあ、行ってみよう。はい、2ボールのアームロール練習する前に、まずはこちら。ボール1個でのアームロールね、これがまだできてないっていう人は、これ前に別の動画で詳しく説明してますので、こっちにね、リンク貼っておきますので、まだ見てないっていう人はね、見てみてください。はい、じゃあ2ボールのアームロールの練習方法なんですけど、まずはね、これができるようにならないといけません。これができたらね、もうほぼできているようなもんです。で、これの練習方法なんですけど、まずはボールに回転ですね。ここで、その場で回転をかけるようなイメージですね。その場で本当にその場で回転をかけるだけだとこんな感じでね、その場で回って落ちちゃうんですけど、これにね、この動き、ボールを中に押し込む動き、回転をかけずに中に押し込むだけだとこんな感じでね、ボールがただ移動するだけなんですけど、これにさっきの回転、この回転の動きとこの中に押し込む動きを両方プラスするとこういう感じになります。何回かやるとすぐにね、コツをつかめると思うので、回転をかけながら中に押し込む、回転をかけながらこの中に押し込む動作を同時にやるイメージですね。で、手は普通のアームロールと同じように、なるべく輪っかをね、この輪っかの形を崩さないように意識しながら、練習してみてください。はい、次、片手のロールがね、これできるようになったら、今度はここでボールがこの辺にね来た時に、このボールをパスするっていうね、練習をしてみましょう。はい、こんな感じです。最初はゆっくりでいいので、こうですね。もうできてますね。はい、2ボールのアームロール、これだけです。コツとしては、ボールをねパスする時に手と手の距離が遠いとこんな感じでね、やりにくいです。はい、こんな感じになっちゃうので、ボールをパスするときに腕を狭めます。ボールに回転をかけたらすぐに腕を狭めて、ボールをパスしたらすぐにまた開きます。はい、こんな感じ。あとはこれをね、連続で速くやるだけですね。じゃあちょっとスローで撮ってみたいと思います。はい、ということで2ボールのアームロールでした。いかがでしたでしょうか。これからもね、2ボールの動き、ドリブルとかもね、ちょこちょこ紹介していきますので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。